初めてのミニバン。子供2人目が生まれるためミニバンを検討していました。他社ミニバンも候補として一通り試乗したりしましたが、最終的にボクシーきらめき 2WD アゲハを契約しました。同じような境遇でこれからミニバン、特にボクシーを購入しようとしている方、少しでも参考になればと思います。エクステリア、これは人の好みによりますが、万人受けする外観はあまり好きではないのと、直感的にかっこいいとおじさんながら思います。まるで社外品のエアロ組んだような外観はノーマルでも十分すぎるくらいです。一応きらめきはエアロ仕様ではありますが、後試乗車で見たブラキッシュアゲハガラスフレークという色もよく、購入の大きなきっかけとなりました。周りの明るさで変幻する色は何とも言えない深みがあり、カタログではわからない良さがあるので、ボクシーでカラーを迷っている方、アゲハを候補として考えている方は、アゲハの実車を一度は見た方がいいと思います。リアに関しては決して気に入らないわけではありませんが、デザインがシンプルで、テールランプはもう少しデザイン性が欲しかったかなとは少し思います。ステップワゴンのリアの外観が左右非対称で特徴的なので、それを見た後だったから余計そう感じたのかもしれません。インテリア機能、インテリアの素材や見た目については今までも数多く書かれて酷評されてますが、言うほど安っぽく見えるかと言われたらそこまでとは思いません。高級車に乗ってた後の乗り換えならそう思うかもしれませんが、このクラスのミニバン相応だと思います。小さい子供がわちゃわちゃして結局汚されていくファミリーカーなので、変に高い素材で汚されたり傷をつけられてがっかりするよりはまだいいかと。インテリア関係のパーツは社外品も含めた数あるので、気に入らなければカスタマイズして楽しめます。私はドアスイッチベースをジーズ用に交換したり、シフトノブをピアノブラックのものに交換したりとちょこちょこ変えて楽しんでいますが、ただきらめき2やジーズを検討されている方はインテリアパネル等が初期からピアノブラックになってたりと手が加えられているので、それほど安っぽくは見えなくなるのではないでしょうか。機能としては2列目のロングスライドですが、これは実にいいですね。あの広大な空間は車の中にいることを忘れてしまいそうですわら。今のところの感じた利便性として、1チャイルドシートに子供を乗せる時も楽で、ベビーカーも2列目に畳まずに置いておけます。2買い物の時にバックドアを開けなくても余裕で2列目の足元にマイバスケットとお荷物を置けます。3雨の日の乗車は運転者の私でもスライドドアから車内に入ってます。その方が車内も自分もそれほど濡れずに済みます。あとアームレストが2列目の座席の両方にあるのが嬉しいです。片側しかない他車ミニバンを試乗しましたが、手の置き場に困ったり、カーブや交差点時に体の横揺れ防止になるので、この辺も上記のロングスライドと合わせてボクシーの購入の決め手になりました。エンジン性能、初めての CVT 車なので最初はアクセル感覚やブレーキ感覚に違和感がありましたが、慣れました。出だしでも遅く感じたりすることはありませんし、飛ばす車でもないので十分だと思います。エコモードは明らかにアクセルを抑えられてる感があるので常時ノーマルモードです。視界、まず見渡しの良さがいいです。前車は A ピラーが邪魔で特に前斜めが見づらかったので感動レベルです。見渡しがいいおかげで妻も最初は車体の大きさにやや不安を抱えていましたが、今では運転しやすいねと言っています。オプションで付けたコーナーセンサーも運転のしやすさに一役買っています。初めてこういった類のものをつけましたが、バックカメラも切り返しや駐車、狭い道を走るときにかなり有効なアイテムだと思うので、運転に不安を抱える方にはおすすめです。走行性能、交差点やカーブは背が高くなっただけのことはあり、前車のステーションワゴンよりは気を使いますが、普通に走っていれば特に横に振られてるなという感覚はありません。後ハンドルは軽いので女性は運転が楽みたいですね。軽いからといって
直進性に不安があるというほどではありません。乗り心地、やや段差での振動は気になりますが、こんなものかなという程度です。3列目はあまり使用していないので分かりませんが、2列目は広くて快適だそうです。燃費、街乗りメインで9くらいです。エアコン常時、アイドリングストップやエコモードの不使用、街乗りで渋滞も多い中での数値なので10分過ぎです。価格、様々なところでコストカットをしているところは見受けられますが、結論からすると価格相応だと思います。家族が使う車として機能は十分すぎるくらいです。総評、買ってよかったと思える車です。低床で子供も乗り降りしやすく、車内の移動も楽です。走りの性能や先進機能では他車ミニバンに譲るところもありますが、トータル面で見てボクシーが一番良かったです。新しい家族が増え、共に過ごす相棒として大切に乗っていきたいと思います。